今回の菊神チャンネルはついにキャンピングトレーラーに家具を取り付けていきます。本来への姿へと返り咲きますよ。その他にコンロやシンクの掃除、照明なども取り付けていきます。さあ、生まれ変わったキャンピングトレーラーの姿はどんな感じになるのでしょう。お楽しみに。菊神チャンネル始まるよ。多分構造上この向きだと思います。超ギリギリなのかな、入んない、超ギリギリですね、うん、あ、確かにこれ開くから、うん、背もたれ、これが座面、こう多分こっちもういいやどっちか分かんないですね。で多分これがクッションこう、おおダメで、クッション、おはは、違いますね、この違いますねこの向きですお、大丈夫か、ここでんちょっと、ここ、こっちからこのフレームを押さえてもらっていいですか。そうそうそう、そんな、あ、ずれた、はい、あー OK 大丈夫、大丈夫、うん、で、多分こうずらせるんですよね。そうですね、うん、OK、うん、クッションの後ろにね、これをつけていこうと思います。この、これね、これ何のためについてんだろうね。うん、欠点が、換気用なのかもしれないですね。湿気、空気ここ通るようにっていうためのものなんでしょうかね。ありました、ここの2本柱出てたところにこういう風に挟むんですね。で、この椅子が動かないように固定するための道具でした。と、後ろは結構スペースがあるってことなんだね。クッション入れて、で、
入れてで、あ、これでいいんだ。こういう風になるんだね。よし、じゃあこれ天井に電気つけよう。2個とりあえずあるやつでいいよね。プラスとかマイナスとかあんのかな。どっちでもいいのかなね。これ邪魔だ。これ分解しよう。よし、配線を結線してこの耐熱チューブ、あのこの熱収縮チューブでね止めていきたいと思います。既存の穴を使う。いいね。よし、後ろも、はい、後ろも OK です。お、いいね。よしいいじゃないですか。電気2個ついたよ。色は賛否両論だね。あ、チカチカ言ってんのはあのカメラだから LED なんで、カメラで撮ってるのチカチカ言ってます。よし、掃除していきましょう。ほら綺麗になった。よし、会長。うわ、汚ねえな。取れねえのかこれ。あ、これ取れるじゃん。なんだ。よし、綺麗になったね。こっちも汚ねえな。排水さ、ちゃんとどっかに出てんのかな。もう分かんねえんだよな。分かんねえから、だね、掃除すればね。よし、 OK。 はい、おはようございます。前回ね、だいぶ進みました。それでね、気がついたことがあるんですよ。これね、こうやるとここだけ閉まる。で、上からこの網戸がこう降りてくるんですね。多分ね、ペット犬とか猫用なんじゃないのかなって思います、なんとなくねはい、そんな豆知識でした。よいしょ。さ、昨日ね、あのゴソゴソ漁ってたら、なんと説明書が出てきました。はい、あと保証書が出てきました。トリガーの平成17年に買ってたんですね。八戸のオートガードロッキーさんというところですね。でね、これね、あのバンテックさんが、輸入をしているっていうことみたいですね。配線図とかもあったので、
良かったです。このガス式 FF ヒーターのちょっと使い方も分かんなかったんでね、昨日勉強になりました。ちょっと後でやってみようかなと。田舎なので多分ねガスの充填は結構できると思うんですよ。うん、そう、冷蔵庫のね使い方も分かりました。説明書あったからね。スリーウェイ冷蔵庫って言って、ガスと外部電源とバッテリーこれ光りますよね、ほら、で使えるようなので、走行中もずっとねいろんな電気で使える優れものですね。それにしてもすごい配線の数だ。よし、オッケー。よいしょ。なんか白いのなんかあれだね、なんか塗りたいような気もするけど、まあいいか、とりあえず。こちらホームセンターに行って6リットルのタンク買ってきました。これがね、この中のスライドの箱にぴったり。ちょっとねこっちのバッテリーなんですけど、充電器かけても充電がやっぱ入りが悪い。こっちの新しいボンベに交換してみます。